始まりました。ザ・ノイジーズ。前回に引き続きコナンスペシャルでございます。今回もお届けするのは私、レスコード北山と、秋小林と、共感シアターディレクター大西です。よろしくお願いします。お願いします。もうね、前回はライト版というかね、なんかこう、軽い、ね、L の方ね、L、L、ライトね、ライト版やったんですけど、今回はどっちかというと、ね、もう重い感じですよね。たっぷり聞かせていただかないと。あ、そうですか。なんか前々からちょっとなんか引っかかるものがあるんですけどね、そっちの部分は。いやけどね、名探偵コナンはエヴァンゲリオン好きだったらこっち来なきゃ嘘ですから。嘘ってどういうこと？キャスト的に言ったら、だって2人の巨匠ね、巨人がこれ参加してますから、だってこっちの方に。ああ、なるほどね。まあまあまあ、声優流れでね、声優さんも。そうです、ね、あ、そうですね。ね、今回ね、あれですよ、大西 D がダメならチャフーリンさんも呼んでみようかとかね、いろいろ言ってましたからね、企画会議の時にね。ひょっとしたらって言ってね、言ってましたから、いろいろね、作品の縛りがあるのであんまり。まあね、自分の、ね、自分の作品じゃないですからね。そうですね、特定のやつにね出ちゃうとちょっとあんまりよろしくないなって。ちょっと聞かせていただきたいですよ。ここからちょっとパッキーさんに進行譲りますんで。そこでね、もうみんなも実はヘキヘキしてるかもしれませんけど、大西 D が好きなコナンの女性キャラをしつこく聞いてみよう。あどうぞどうぞ。いやー、これ瀬田さんこの放送聞いてたら怖いな。瀬田さんはね、厳しいですからね。そうですね。そうですね。なんかちょっとこの間の放送以来少し距離が遠くなった気がしてきた。そんなに変なことは言ってないのに、なんでしょうね、ちょっとなんかちょっとおかしいな感じになって。いや、そうですね、なんか僕は何一つ間違ったことは言ってないはずなんですよ、情報として。情報はね、情報はね。何一つ間違ったことは伝えてないはずなんですけど。でもあまりコナンのそういうところ見てる人っているのかなっていう感じがしたんじゃないのかなとは。女のね、キャラクターね。いっぱいほら女キャラ出てきますけど、はいはいはい、僕ある時から蘭姉ちゃんは頭が尖りすぎてもう女性として見れないんですよ。なんかもうなんかそっちばっかり気になっちゃって、こうカクカクしてるやつが。まあその蘭の角の問題はありますよね。角の問題。最初はもうちょっとマイルドな感じだったんですね。角っていうか、ちょっとおしゃれなウェーブみたいな感じだったんですけど、ちょっとおしゃれなウェーブ、ある頃から明確にこう鋭角になり始めて。はい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 。なんかおかしいっしょあれ。まあそうです、おかしいというか、こうもうどんな爆風に巻き込まれてもあの髪型崩れないですからね。なんかおかしいなっていう。まあでもあれがある種アイデンティティなんで、彼女の。あれはやっぱ角って刃の方から来てるのかな、やっぱあれは。ああ、ねえ、前のランはね、もうランはもう京都の修学旅行でもう山越しちゃったもんね。そうですね、ランはついにね。越しちゃったっていうのは、ちゃんとね、2人今付き合うことになっちゃったんですよ、新一とランは。え、どういうこと？ちゃんと告白して。ロンドンの連続爆破犯の福浜の事件で、まずお前が一番厄介な事件なんだって、新一がね、もう、そうですね、ちょっと好きってこと言って、返事を待って、修学旅行で、OK ってなっちゃった。OK、考えられます？高校2年生がロンドンで告白して、清水寺でその返事をするんですよ。いや、というか、そもそも今まで付き合ってなかったの？そう。え？なんかだって噴水とこで告白したりとかしてたじゃないですか。告白はしてないんじゃないですか。してないです。違う。あれですよね、その見た時あれですよね、世界中の誰よりもお前が好きなんだよみたいなセリフのところですよね、さっきの。そう。
あれはでも、蘭姉ちゃんはあの時記憶をな失ってますから。いや。そうなの？うん。そう。で、今付き合っちゃったってことは、じゃあもう何、新一の女周りの話はもうないということ。女周りの話、まあでもまだね、あの灰原愛というライバルはまだいますからね。じゃあ一応ライバルに当たる。ライバルですかね。まあちょっとこう、もうまあでもね、そのおそらく愛ちゃんもね、もう新一と、愛ちゃんは知ってるのかな、新一と蘭が付き合ったって、ね。もう知ってるでしょ。まあそうですよね。うん。もう知ってる知ってる。間違いないですね。まあでもね、こう付き合ってるからといってね、何かできないわけじゃないですから、愛ちゃんの方。ちょっと何を言ってんのかよくわからない。いやいや、こう、いやすごい、やっぱ大西 D はやっぱいや、なんか今ゾクッとしたけどな、何言ってんのかよくわからない。いやいや、こう、え、だって灰原愛はだって普段は子供でしょ、はいはいはい、そうです、普段子供ですよ。まあ、まあ、下毒剤ができるまでは子供で、子供ですけど、まあ、たまにね、あの自分で作った薬使って大人の姿にちょっとも新一と同じように戻ることはあります。そうですね、戻ってますね。はあ、新一もじゃあたまに大人にそうやって戻って、で、そうです、で蘭に告白したりしてるの。そうです、そうです、そうそう。ああ、なるほどね、うん、でもまあ夫婦的な雰囲気はもうコナン君と愛ちゃんの方が圧倒的に上ですからね。そうだね、うん、夫婦的、こう新一と、そう、見ていただくと分かるんですけど、新一と蘭はまだちょっと恋人なんですよ。まだね、やっぱそういう関係になる前のこと、初々しい、初々しい感じ、恋に恋してる感じなんですよ。でも、コナン君と愛ちゃんはもう一通り全てを済ませて落ち着いたような雰囲気が出てるんですよ。そうそう、少年探偵団の本当の子供たち見て微笑むんでますから、なんか。いやでもあれでしょ、2人のそのん？いやいや、夫婦って、いや別に2人がそういうことをいたしてるシーンとかない。わけじゃない。もうなんかもう、そういうね、肉体的なものとか、そういう恋のドキドキを超えてしまった後の、もうそこにいるのが当たり前みたいな感じの。ああ、そういう意味でね。うんうん、え、でも、あれでしょ、まあ言ったら少年探偵なんで、まあ2人でものすごいいっぱい殺人事件をこなしてきたわけですよね。まあそうですね。まあだから怪しい関係ではありますよね。まあもう夫婦というか戦友ですよね。戦友。そうそうそう。まあね、同じように子、ね、薬で子供になってる2人ですから、唯一無二ですからね。まあ確かにね。あの2人にし、あの人は実際はいくつ、そんなに年取ってないよね。18歳とか1個上ぐらいじゃないですかね、新一たちの。ああ、じゃあまあ元に戻っても別にありといえばあり。そうそう、いや全然ありですよ。ああ、なるほどね。だから、もうだけどね、油断はしてらんないですよ。もうだけど、もう蘭はもうメールのやり取りしてベッドのにモフってあ、最近ね、嬉しいって。そうですね、嬉しい。ああ、もうあの、もうこの2人に関しての話はもう事実上終わってるんですよ。はいはいはい。まあでもあれか、灰原愛の方がまあ確かに何でしょう、まあ大人になれば見た目的には蘭姉ちゃんよりは女性としては見れるかな。蘭はちょっと やっぱりね、ちょっと角張りすぎてるんで、ね、気づいちゃダメなことに気づいちゃってる。なんか空手やってるでしょ、うん、ではあんな感じでしょ、京極さん同じまでいかないけど、そうですね、京極さんの次に強いと思います、うん、次だと思いますね。アメリカの軍人より強いですよ、蘭姉ちゃんは。うん、マジで弾も避けてるしね。そうですね、あのネイビーシールズ倒してますからね。いやそれはちょっとなかなか。京極さんも結構ね、あのもしかしたら裏格闘技もやられてるんですけど、蘭姉、うん、ちゃんは本当に殺しにかかってくるやつ、獲物持ってるやつと戦ったことがあるんで。あ、なのに戦える。うん、そこで 100% 実力発揮してますからね。はいはいはい。でもあれでしょ、京極さんってずっともうあの女の子固定でしょ。まあその子、そうですね、その子ですね。うん、もうなんだったらね、変な男が
まとわりつくと全部叩き潰そうとしますから、ね。そうですね、物理的な方で叩き潰しに行きます。それも、ね、あのセラーマスミだっけ。ああセラさんね。彼女が男だ、男に間違えられるキャラクターなんですけど。はいはい。このこと言うと貴様合わせてボーリング場で睨み合ったりしてますからね。あセラ、ああセラね、セラ高校の子ね。後半に行くに従って、はいはい、その子のポイントがすごい上がってるんだけど、もう京極さんがいるからね。そうなんですよ。ね、あってことはもうラブはそこも終点いっちゃってるから、あの観客としての一方的なね、この身勝手な行為はもう無理なんですよ、その子さんも。なるほど、相手がちゃんといるんで。その子はでも付き合うの結構早かったですよね、京極さんと。最初はすごい軽薄な感じのキャラクターなんだけどね。そうなんですよね、うん、だから今あの女子高生でメインの女子高生で空いてるのはカズハぐらいじゃないですかね。カズハだって、まあ、もうほぼ固定でしょ、だってカズハは。カズハって誰だ。ああカズハね、あの宮村、ね、出馬的に言うと宮村さんですね、はい、はいはいはい、宮村ですね、宮村ですね、はい。もう平次だって、平次が告白するのをどこにするかってそこだけですからね今。そうですね、あのまあでもね、ロンドンのビッグベンに対抗しようとするともうなかなかないですよね。もうお前もう新一郎、お前のせいでハードル上がりすぎだっすと思ってますからね。どうやってあいつよりすごいシチュエーションで告白しようかって。カズハって検索するともうほとんど平次と一緒にしか出てこない、うん、カズハ平次絡みで言うとね、あの京都にいるあのなんだっけ、あのカラテ内で出てきたモミジだ、モミジだ、うん、彼女は愛ちゃんと違って明らかに恋のライバルですね。そうですね、明確に。なるほど、平次を取り合ってる。あ、じゃあまだここは一応確定はしてないし、ないけど、ね、まあもう平次はガチガチにもう家族。いやでもそうですね、ここも何が起きるかやっぱ分かんないですからね。こうもみじにはへあのもみじにはあの家族にはない強力な武器がありますからね。え、それどういうこと、どういうこと。もうね、これは言うとあれなんですけど、これはでもね、作者もこだわってたんですけど、うん、作中一の爆乳ですね、もみじは。うわ音声だけでよかった。いやでもこれはこれはもう、いやこれは作品で描かれてることです、ね、そう、これは僕の勝手なあれではなく作者が公式にこだわってるところなんです。え、もみじ、ちょっともう、そうです、そうです、もみじはどういうキャラ。ああなるほど、これもう、だけど平次とカズは何回かいい感じのシチュエーションはなってんだけどね。そうなんですよね、でクリスマスのところとか。そう見るとやっぱちょっと平次はまだ若干子供っぽいところは新一に比べると若干あるかなと思いますね。こういざっていう時に決められないというか。いやでもね、やっぱり新一くんはやっぱ持ってる男だからね。そうですね、でももみじで調べてもそんななんか胸の描写はないけどな。いやこれは見ていただければ体感できると思いますよ。体感ってどういうこと。体感って何。体感って。いやもうあの明らかに描き方が一人だけ違うんですよ。あのカラクレナイのラブレターを見てもらうと分かりやすくて。カラクレナイのラブレターって何。あの映画ですね、映画21作目なんですけど。21作目。あのこの映画を一回まず見て、はい、で女性が横から描かれてるシーンに着目してもらいたいんですけど、明らかに違いますから描き方が。女性が横から描く。音質では何を言ってるの。いや俺は分かります。分かる分かる。あ、要するにそのあのまあ胸部の形がよ横やと分かるってこと。そうです、より分かるんです。一人だけ描かれ方が別格ですね。そうなの。いや本当ですよ。いやこれは本当です。本当だって今検索しても前からのしか映ってないから。これはなんかしかも着物とか着てるし。ああ、そうですね。でもね、あの普通にドレスっぽいのを着てるところもあるんですけど。はいはい。そこは多分一番テレビ版でも出てくるんで。テレビ版でも出てくるんで、ちょっと注目していただけると。ちょっと待ってくださいね。だってあの劇場版でそのキャラクターが出てきて、平次くんが最初に
あった印象は父デカですからね。ああ、セラーもセラーさんも言ってますね。そうですよ、セラーさんも。おっぱいでけえ、何食べたらあんなに大きくなるんだって、なんか、そうです。そのすごい金髪の男とともにそういうセリフを吐いてる。そうですよ、だからあの僕はこの間のランの水着が毎回違うっていうところから、うん、あの言ってますけど、僕は何一つ間違った情報は伝えてないんですよ、結果として。いやでもね、あのコナン、そう、間違ってはないのかもしれないけど、そのいいのかな、そういう風にコナンを見ていいのかなっていう感じは。僕でも思うんですけど、ね、原作者 の間違ってないの、間違ってないし、そんな多分、ね、いや別に間違原作者の青山先生も僕相当の変態だと思います。そう、え、ランの、はい、服、あ、服、そうですね。あの、基本、同じ服ってもうそんな出てこないんですよ、ランって。ああ、ま、毎回違う服を着てる。まあ、服はあれですけど、水着はそうです。水着は毎回違います。あ、服は別にいいの？水着？いや、服もでも、ランはやっぱバリエーション多いですね。やっぱ、コナンとか、おっちゃんに比べると当たり前ですけど。ああ、水着。もうね、まあ、何年か前のシーズンになっちゃうんですけど、はい、初期のなんてね、まあ、ランはちょっとスタッフちょっと可愛くエッチに描きすぎだよね、なんかね。え、ちょっと待ってください。こんなとんがってんのに可愛くエッチ、うん、あのね、俺が一番やばいなと思ったのはね、もう何年か前のシーズンなんだけど、あのからくり細工の箱の中から、なんかそこに隠されてる、ああありますね、取り出せっていう時に怪盗キットが出てくる回があるんですけど、はいはい、この時に本棚にちょっとなんかつま先立って本を取ろうする回はやばかったね。やばいですね、うん、新一くん、コナンくんが灰原に怒られてますからね、スケベ親父がって。あ、それを下から見てるから。そう、いや結構すごい短いスカートで、こう明らかにこう、あ、なるほどなるほど、この太ももにツヤが入ったような描写が出てくるんです。なるほどなるほど。あれね、スタッフあれはやばいね、あれ力な、ね、それはでも確かにそういうの意識してるでしょうね。なるほどね。でもほら、そんなにラン姉ちゃんでしょ、なんやろ、ね、僕顔のせいなのかな、やっぱね、テレビシリーズをちょっとある程度見ていただかないと、ちょっと、あ、ちょっと僕はここは入ってはいけない。あの二人がやっぱり初期の頃は特にちょっと少し暗いんですよ、やっぱり。あんなになんか、うん、なんかね、あの、いきなりいなくなって何が起こってるか分かんなくて、たまに電話とか。そうね。で、たまにこうやって一回帰ってくるんですけど、そしたらなんか去っていくってところで、うん、いつまで待てばいいのかとかね。はいはいはい。自分のせいじゃないかっていうことをちょっと思い悩むところが初期の頃あるんですよ。まあそれはね、そんなに帰ってこなかったらね。もうさっぱりみんなそれ忘れてますけど。はいはいはい。まあそれがだから最近はちょいちょいあれでしょ、なんか一瞬薬みたいなんで戻ってくるわけでしょ。そうそう。で、そういうところたまにあったりするときにちょっと嬉しいっていうところが、はい、そこのところをそっちの方に目がいかないと、どうしても角に行っちゃうんですよね、やっぱ目が。あ、そっか。僕はじゃあまだまだ甘いんですね。あの物語って角に目がいっちゃってるんですよ。確かにね。あとコナンね、途中でね、ものすごく線が太くなる時期があるんですよ。はい。その時ね、角がね、えらいでかくなってる。あの輪郭がガッチリするんですよ。そう、あのぐらいの時期、うん、なんか、うん、急にどうしたっていう瞬間来ますからね。あ、そうそう。で、それね、北山さんにこんな熱く言って、いや、そっち見ちゃダメですよって、俺だったらたまにびっくりしますからね。こんなに画面いっぱい角あるんだってのが、ね。そう、だから。そう、だからね、たまにしか見ない僕からするとですよ、どうなってんやっていう、ヒロインですよ、ヒロインやけど、顔がだんだん分かんなくなってきたんですよ、あの角がこう、ごめいてるからこう。ちゃんと2人でこうやって、本当に俺たち付き合ってるよねって、もう交換するメールの回をちゃんと見てくれなきゃダメです。そうっすか、そのシーン見れば大丈夫。でもだからって水着とかに行かないでしょ、なかなか。いやでもね、それもね、あの大西くんをね、別になんかフォローするわけじゃないですけど、やっぱね、見込みが足りちょっと足りないですね、だからね、北山さん。あ、見てるとやっぱり水着のシーンが多い。いや、かわいい、やっぱランはかわいいですよ、やっぱりなんだかんだ。ああ、
なんかでも、あれですね、ラン水着で調べると、なんか勝手に水着描いてるやつもいっぱいいますよね。だから大西 D は一人じゃないってこと。あ、なるほど。大西 D's がいるんですね。そう、まディーズがいだます。D's がいるんですね。はあ、なるほどね。でも女性キャラで言うと、こうなんか最近変なところに目が行くようになって、こうあんまり出てこないサブキャラの女性キャラがちょっとずつ好きになり始めてきちゃって、今最近。どういうこと？どういうことなの？ いや、なん か、何を言ってるのかな？まずヒロインがいるじゃないですか、萌えランという。で、その後にレギュラーの女性のキャラいるじゃないですか、います園ね。子とか愛ちゃんといまか、すね。まあ、和葉とか、そのさら下に準レギュの女性の人たちいるああ、いますじゃないですね。か。でも、そのさらに下に本当に時々しか出てこないキャラクターがいるんですよ。例えば、喫茶店ポアロのあずささんっていうウェイトレスさんがいるんですけど、とああ、アか。クションね。でも僕、この間、たまたまゼロの執行人を見直してて、あ、ちょっとすげえ美人だなと思ったのが、木崎弁護士の、事務所でいる秘書の栗山さんっていう女性がいるんですけど、ちょっと今、僕の中で彼女が今一番来てますどれ誰、ちょっともう、今、蘭姉ちゃんの変な画像をみんなに送るのに必死で ちょっとよくわかんなくなって、何？や、栗山さんっていう、栗山さん、コナン。栗山さんコナン。コナン。ちょっとこう、画像をね、見ながら進まないと。今、この人のどこがやばいの？いや、なんか、あれなんですよ、すごい服のセンスも良くて、仕事もできて、でもちょっとおっちょこちょいっていう。服のセンスってタートルネックか普通のネックかしか着てないよな いや、アニメだともうちょっと出てくるんですよ。そうなの？こう、なんか、多分20代後半ぐらいの女性なんですけど。なんかちょっと、なんか上スーツっぽいとか、リクル。あ、そうです、そうです。なんかちょっとスーツっぽい感じの、明るめのスーツっぽい感じで、多分緑の服装が多いんですよ。もう緑のしか着てないよ。そんな服装が、多服い装な、が。そこまでチェックしてる、やっぱすごいね。で、すごい仕事ができるんですよ。この木崎弁護士からすごい信頼されてる秘書の人なんですけど、でも時々ちょっと抜けてるところがたまに出てくる。ああ、ごめんなさい。あ、木崎さんのあのね、秘書ってそこうです、秘書です。とね。ああ、あの人ね。ほら、見込んでるパッキーさんですら、今ぐ俺、らいの人でしょ。ポアロのマスターとか、あの子かと思ってんだ、なんか。で、ポアロの。ポアロの女の子はなんていう子？榎本あずさですね。フルネームで知ってんの？ サブキャラやのに？おかしいな。あ、でも榎本って入れたら榎本あずさって出てくる。怖っ！どうなってんの？みんな。これみんなどうなってんの？サブワード、ポアロって書いてる。すごいな。そう、彼女もいいんですよ。あ、榎本あずさ、23歳とか、みんなすごい調べてるよ。なんだこれ。あ、でも、この子はほら、なんか、確かにエプロンして、いろんな服が変わってる。いや、僕別に服装変わるの重要視してないですよ。いや、それずいぶん注目してるはずだけどね、話聞いてると。いや、もちろん見てますよ。もちろん見さってまきのす子よ。は緑だけやったけど、この子はまあ、エプロンこそ毎回一緒やけど、それはもうポアロやから仕方ないんやよね。まあそうです。でもそうそう。こう、だからこう、僕は最近こう、ちょっと、重箱の隅にのギリギリにいるぐらいのサブキャラの女の子にちょっとハマり出してるっていう。ああ、なるほどね。今のといや、ころ、いやでも、あ男性ずの影もさ。ないしね。そうなんですよ。この二人は。そう、この二人男性の影もないから、ちょっとすごい安心して見れるんですよ。交通課の皆さんは全部男性の姿がもうなんかね。そうなんですよ。もうその辺ももう全部くっついちゃってるの。だ今回あれだ、なしっけ、将棋やってる彼の、あ、出てきますね。誰だっけ。ね、ユミさんだ、ユミさん。ユミさん、今回なんか進展があるかもしれないって話してるからね。そうですね。ユミさん、ユミさん。ユミ、ユミ、コナン。
あ、すごい、もうおかしい。ユミ、コナン、彼氏とかみんな入れてる。どうなってんの？ちょ、おかしい。みんなおかしくない？いや、だからおかしくないんですか？おかしくないんですよ。え？え、秀吉かとかみんな。合コン好きな親父ギャル。ああ、そうですね。秀吉、28歳。マンション住人、なんだこりゃ。いや、みんなすごいな、これ。みんなだから、あらゆる人間こう Google に入れてるってことでしょ、こういうキーワードを。そうです、ね、あとはコナンはやっぱなんか、やっぱ男女関係がなんだかんだ言って多いんで、誰が好きみたいな。ちなみに ユミコナン彼氏で入れると、関連キーワードで佐藤刑事って出てくるけど、これはあれかな、婚姻届のカイド、あれですかね。佐藤刑事とか佐藤美和子とか出てくる、うん、2人関係してくるんだったらあれじゃない、なんかこの部屋の中にこの婚姻、そうですよね、婚姻届してあるから見つけてみろって、あの回だよね。そうですね、うん、そんなのを関連で1話だけのやつを調べてる人らがいるの？、うん、いや、見てないとなんかどっかで情報見て、この回なんだろうって話になるんですよ、こんな。あ、なるほどなるほどなるほどね。あ、そう、あともう一人おすすめしてサブキャラがいるんですけど、はいはい、どうぞ。和田ひなっていう女子高生がいるんですけど、これもね、男の影がない。京極さんの後輩？京極さんの後輩なんです。ああ、はいはい、いいね。それは同意だね、激しくね。ちょっと待って、和田ひな、あれ、あの子ってあれだっけ、スペシャル版、それとも宇宙人が出てくる殺人事件の？ああ、それですね、それで出てきますね。ああ、和田ひなはランの空手のライバル。そうです、そうです、そうです、うん、はい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 。いや、もうちょっとランより断然可愛いと僕は推してるんですけど。誰に？どこ向けに押し出したの？いやー、なんかもう俺は言ってるのすごい、俺もなんか恥ずかしいよ、なんか俺。でも和田ひなは見たことある。これ何出てたんやろな。これなんか見た。なんか ランと空手でなんか対決するんだって言ってて。あれですね。この前の金曜ロードショーでやったスペシャルのゼロに出てきましたね。できた、できた。多分北山さんがその時見たからじゃないですか、はい、一緒に。あ、なるほどなるほどなるほど。そっかそっか。和田ひなはいいキャラです、ね。あの子はいいね。確かに。和田ひなは別に胸の表現はないの？ないですけど、和田ひなは普通に可愛いんでいいんですよ。ダメだ、この人基準むちゃくちゃや。だって。こう宇宙人の事件でなんかこう、はい、UFO が出たみたいな事件があったんですよ、コナンで。はいはいはい。で、ランもその回出てくるんですけど、うん、ランはこう意外と怖がりなんで、宇宙人出てきたら怖いじゃんとか言ってるんですけど、うん、和田ひなは宇宙人が出てきたらこう空手で一戦交えたいって言ってるんですよ。でも最高に可愛いじゃないですか。可愛いのかな、怖いな。あとこれ声優さん誰なんだろう、声も結構可愛いんですよね、和田さんは。あ、小松美香子さんだ。なるほどなるほど、まあ、結構なね方がやって。そうです、それは同意だね、うん。あと男の影すらないコナンサビキャラ女子はちょっと注目じゃないですか。あとその和田ひなを調べてる人は、ハイト高校で調べて、ハイド高校ね。ハイド高校、はい、京極さんがそこの空手部の主将なので後輩なんですよ、うん、はいはい。あと三池苗子っていうのも調べてる、同じ方が。あー、三池さんもね、三池さんもねってもねってどういうこと？もねって。三池苗子ってどんなやつや？これでもコナンに出てくる女の子でしょ多分。だから交通課の女の子です。あー、こういうね、なんかあれだ、これ小杉さん好きな感じの。三池さんはあれだから、あれでしょ、千葉くんですね、千葉くんね、うん、両側にこうほら、なんていうの、
校。うん。まあ、あの子は親いいですけど、もうだけど、もう完全に思い人がいるんで、がっちりと。あ、高校の人はもうがっちり。がっちり。で、この前、あの今のところストップしてるけど、ようやく思い人に、あの子かって、やっと認識してもらった。そうですね。なんで。あ、まだ全然片思いの範疇だ。全然気づいてもらえなかったんで。ああ、なるほど、なるほど。この前ね、命を狙われる事件でようやく、うんうんうん、というかまあここの警察署しょっちゅう人死んでるからね、大変でしょうね。もらえるよね別に三池さんがで命を狙われた事件もその交通課の女性他に2人死んでますから、ね、マジで。あ、でもこれぐらいになってくると三池さんぐらいになるともうメインキャラの一人でしょ。メインキャラですね。うん、ってことはまあ死なないでしょうね、三池さん自体はね。そうそうそう、あ、まあだけどこういう子になっちゃうともうね、あんまりちょっともう決まった相手がいるんで、なんかそういう、そうですね。そうなってくるとあのさっきの喫茶店の、そうですね、そうそうそう、あずささんと栗山さんと、まあ、と和田ひな。わかんないよ。でも人気出てきたらこの人らもなんかこう、いやー、それだけがちょっと不安なんですよ。人気は出てほしいんですけど、なんかこう男の回が出てくるっていうのはね。あとね、なんかあれだっけ、もうこれも相手がちゃんといるけど、あれなんだっけ、長野県警のとか、昨日の上原さんね。ああ、ね、いいキャラクターだけど、いいキャラクターなんですけどね。え、上原。あー、でもこれはちょっと大人の女性っていう感じの。あとはあれ、ジョディ先生。あ、ジョディ先生。ジョディ先生ね、なんか2人でグヘヘって言ってるけど、ね、ジョディ先生は赤井さんがいるからあれか。そうです、ね、あ、ジョディね、ジョディ。うん、はいはいはい。やわらんだ、あっちじゃないですよ。それあのファイトねって言って、ベリーベリーファイトねって言って、ちょっと具志堅用高みたいな感じの喋り方なる女の子、ね、ジョディ先生はでも友達になってゲーム一緒にしたいですよね。ジョディ先生ゲーム好きだから。そうですね、なるほど、はいはいはい、ね、ちょっとヘイジとコナン君がジョディ先生のあいつちょっと怪しいからって遊びに行く会話のジョディ先生はちょっとエッチだったね。これね、でも この放送ね、聞かれる方はあれですよ、毎回ね、僕と同じように検索することをお勧めしますよ。全くわかんないから、もうボンボン出てくるから。いやいやいや、これ、たどり着く人はみんなコーナー見てるから、ちゃん全話ね。本当に、うん、ちょっとね、栗山さんの名前だけでもちょっと覚えて帰ってもらいたいですね。何の漫才のなんか、オープニングみたいなこと。大西 D は期待裏切らないね、本当ね。いや、栗山さんは、最初は、あれなんですよ、劇場版、栗山さんは劇場版が初登場なんですよ。はいはい。でもモブキャラなんですよ、いわゆるモブキャラから、まあ最初はね、こう劇場版からこうで次のもう一回出てきた時に名前を与えられて、うん、テレビにも出てくるようになって、原作にも出てくるようになってっていう苦労人なんですよ。まあのし上がってきたキャラ。なるほどなるほど、あの人気をね勝ち取ってきた。そうそう、そうやってのし上がってきたんですよ。それはポアロの女の子も同じなんですけど。ああ、ちょっと一応こうと、もう長い連載の中で勝ち得てきたわけか。そうですよ、もうそういう、そういう女の子はちょっとやっぱ応援したいじゃないですか。まあ長く見てるね、人間からするとね。すごいな、コナン好きなね人といろいろ話してきたけど、こういう視点で聞いたのは初めてかもしれない。なんかね、別に普通に高校話をするんだけど、なんか違う、なんかね、確かに なんか手触りはおかしい。うん、栗山さんね、栗山さん、でも ね、これね、 Google 皆さん立ち上げてね、ぜひね入れてみてください。コナンクぐらいで栗山とかなんかアムロトールとかなんか出てくるから、勝手なキーワードが横に。栗山さん、うん、あれなんですよ、スピンオフの漫画で安室さん主役の漫画があるんですけど、はいはい、そこにそのポアロの女の子と一緒によく出てくるんですよ。ああ、もう2人で出てくると。なるほどね、はい、そういうのもあってこう調べる人は出てくると嬉しいですね。
いやー、勉強になりましたね。何の俺も改めてもう一回ちょっとコナンやっぱりちゃんと見なきゃなって、なんか気持ちも新たにしました。え、そのアムロはこれか。なるほどなるほど、はいはいはい、見たことある見たことある。やっぱりこれキャラクター覚えるのが大変ですね、長寿連載ものになるとね。まあ、名前までいかなくても見てれば普通に入ってきますから。うん、一瞬ね、その名前で言われても顔がちょっと分かんなくて。うん、まあ、でもあれですよね、安室さんが出てきたあたりって結構新キャラ増えましたよね、あの時期って、うん、そうですね。で今一旦ちょっと停滞してる感じの、うん、あ、新キャラはあんまり増えてきてない、うん、あ、このそう考えると、あ、でもすごいな、赤井さんはだいぶ昔からいるなって感じになりますよね。なんか、あ、赤井さんは古いね。うん、古い古い。ああ、調べると確かにみんな栗山さんかわいいかわいいって書いてる。ほら、俺だけじゃない。いや、これが大西 D が書いてるともこのサイトを書いてるのが大西 D という可能性も、まあね、ありえますけど、まあいいじゃないですか。まあそれはね、かわいいの俺も認めますよ、本当だ。あ、そうコナンのね、女性キャラはね、まあ、あの本当にあの一回こっきりの被害者と女性、本当になんかちょっと寂しそうな、ちょっと年もちょっと悪意がある感じで年取ってる感じのね、感じの書くこと多いですけど、まあやっぱメインキャラとかサブのキャラ、本当女可愛いですよね。なるほど。まあそれもだからずっと見てるとどんどん可愛く見えてくるんでしょうね。あ、それもありますね。うん、だから今俺的にはやっぱセラちゃんが結構一番やっぱ好きだね。ああ、セラさんね。うん、いや、あのキッドにやっぱり男に間違われる回は最高だからなんですかね。最高ですね、あれは。は、その子はなんかつがいというかはいる？は、今のところそういうのはなんか話は。というか、お兄さんが大好きみたいな。そうですね、セラさんはちょっとそういうキャラじゃないですよね。はい、あ、そういうキャラでは。まあだから、すべての事件が終わった後、まあそういうことはあるかもしれないみたいな。小林、スミコ。あー、小林先生か。うん。小林先生だって、白鳥警部と。白鳥警部と。あ、くっついてる。最近あの二人の話全くないね、白鳥警部と。全くないですね。ものすごいテレビシリーズで盛り上がってあの二人くっついてる。なんかでも、あの、佐藤刑事と高木刑事と白鳥警部と小林先生はなんかもう、安心感が出てきちゃって、大人の恋愛すぎて、うん、そうはね、ああなるほど、行くとこまで行ったんでしょみたいな感じの、まあ、まあ、もう佐藤刑事と高木刑事はもうだってね、テレビ版とかで あのあれが来ないとか言ったらえっってびっくりする。そうですね、佐藤刑事があれがないっつったら、うん、あのえっって言われてましたからね。皆さんどんどん言ってますけど、残り時間1分ぐらいやってますけどだから、まあ、あのちょっとわあもう、ああそうなんだって、あそこら辺投げかけても逃げないなと思って感心したよね。なるほど。それは普通もう健康な男女がそれ付き合ったらしてるよねって話。まあだから基本はあれですね、なんかこうちゃんとくっついてちゃんと逃げないってことですよね。別れた人らはいないんですね、今のところコナン世界では。そうですね、一度くっつくともうそれはもうずっと継承されるのがコナン世界の恋愛。めぐれ警部だってもうすごいエロいお母さん、あ、奥さんがいますから。本当ですか。めぐれ警部の奥さんいいですね。ズーム残り1分切ってますけど、はい、まだこの話ですか。まあ、それはそういうことでね。はい、そう、どういうことやったんやろ。どういうことやったんやろ。森さん、ありがとうございました、本当に。ああ、本当ですか。わかりました。よ、なんか、すみこ、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。